ハイパイ、手の中デキメンツはありません。泉、そして今上がった枠ツはこちら。あ、いいですね、結構いいんじゃないですか、まとまってますね。カミヤはシャーチャー、はい、とはいえね、動いてもちょっと厳しそうなハイパイでしたね。手の中でドラの流派があるのはこの枠ツだけ。宮内さんも持ってたかな。あ、持ってましたっけ。はい、持ってましたね。あ、失礼しました。はい、おー、G1 先切り、まあ、他に選べないか。そうですね、他に。そうですね、想像したもね、伸びる可能性も。あ、でもここで何を落としたダブなんですからね。なるほど、うん、まあ、ちょっと様子見ながらってとこでしょうね。高宮も この形だとシャーも仕掛けづらいですし、うん、泉がどんどんね、形を、と3層じゃないんだ、単野を急に確定させたかったんですね、うん、ここで難を見切りました。枠通で宮内はこれ2枚目のチューンもスルーですか。泣かないんじゃないかなと思います。ちょっと、うん、初もねブラブラしてるし、うん、ちょっと形苦しすぎるかなと。でまあラス目の枠通もそうだし、泉も多分、まあ、リーチかけてかできればかけてきそうじゃないですか、はい、その時のために、うん、対の受けられるようにね残しておきたいですよね、うん、まあ、もう少し手が進んだら泣いていく可能性はありますけどね、うん、今の状況だとなんかなかなそうな気はします、うん、初とか重なったらね、少しは。キャンペーコーまで見そうですね、整ってきつつあります泉です。そして枠通チーピン持ってきた。おー、まだ初切らないんだ。もう両面両面でイシャンテンで、十分ってことなんでしょうね。その間に重、その前に重なっちゃえば、これで両ペーコーイシャンテン。はい。まあここは靴初重なるっていうよりも早くテンパってリーチって言いたいんでしょうね。ああ、なるほどね、うん。はい。あとウーピン引いてゴロチのね変化、アゴチの可能性もちょっとミスみたい。おお、闇天ですか、関数ピン。うーん、なるほど。これでもどうでしょうね、初とか引いたら受け替えるんですかね。あ、これ数ピン危ない、うん、あ、出そうですよね、はい、からだけ言うと。あ、来た来た。ただこれで行くんじゃないですかね。まあ数層リャンゾーリャンゾーとかですかね。9層が場に3枚、うん、とりあえずの数層でいいような気もします。3層が場に2枚出てるの で、うん、でね、ああ、6級層嫌いました。はい、泉さんリーチ打ってもいいと思うんですけどね、うん、あの出やすい街じゃないので、逆に親リーで押さえつけの意味も込めて、はい、積も回数を増やすっていう意味でね、はい、ただこの高宮さんの数ピンが結構危ない感じがしますけど。危ないですね。もう数ピンでもあと1枚でしょ、山には。そうですね、はい、これで引っ掛けにもなりましたし、なんかリーチしてたらチーピン、イーピンって切られてたらちょっと数ピン、まあ大丈夫かなって感じ、ちょっとしません、うん、あー、これはまずい。これ出そう。これは出る、出ないかな、リャンソー打つのかな。おお、かわしてる。さあ、そして宮内、このリャンソーを泣いた、仕掛けてイーシャンテン。これそうですね、3層が結構出てたから、やっぱり高宮もね数ピンちょっと残しておきたいって思ったんでしょうね。これ枠通はこの順目に入ってきて、はい、最後流派打ち切れるんですか。打つでしょ、まだまだ。あ、でもこれ天敗入っちゃった、論破になっちゃいましたよ。うん、どうしますかね。もありますからね、ただ取り返したいから天敗ったら行きそうですけどね、ワクツは。
ただあの和久津さん運送の時にあの髪を切ってるとテンパイだったんですよね。あの運送があんこになってのテンパイだったんで、自分でもそれが分かってるから、あ、そっか、はい、テンパイ逃ししてるから行かないかもしれないです、うん、後手踏んじゃってるんで、そのせいで、はい、そうすれば結構あの自分の皮から見るとかなり良さそうに見えるウッパーワンになるので、うん、宮内が狙っているチュンもちょっと深いですね。そうですね、あと1枚のチュンがチュンもいないですね、はい、まだ阿久津を9ピン切ったマンズだ、パーマンリャンピンの方だ、今ね泉が切ったんで、まあ、リャンピン強い牌ですよね、あの宮内さんの仕掛けに対して、なんでちょっとケアしてますね。トンテン取んなかったってことですよね、つまり泉がリャンピン切ったやつ、そうですね、そういうことですね、うん、あ、もうワックス、ワックス撤退です、うん、うっとっとっと、当然もうこれが来たからにはもうね、もう撤退ですね、はい、リャンピンリャンピンと来ていきました。さあそうするとあとはチュン、うん、来ました宮内、チュンドラドラ上がりました宮内、さらに展望を加点して現在トップ4万点超えました宮内です。うん、親番でリャンペイコテンパった時に、はい、まあ、いいピンチーピンも出たんでリーチかもなと思ってたんですけど、あれ闇転した理由なんかをちょっと教えていただければ。なんかどっちにしても上がれる気が一切しなくて、うん、でリーチ してもしなくても上がれないんですけど、うん、知って上がれなかった時にしなかったらなとか思っちゃう自分がちょっと嫌だっただけです。あー、なるほど。あれ宮内さんは初が重なるまではチューン動きづらいですよね、2枚目のチューン。あ、そうですね、はい、これ多分見送る予定だったんですね。そうですね、うん、和久津さんは、はい、初1枚のままイシャンテンだったじゃないですか、はい、で宮内さんが仕掛けた後にテンパったら初切る感じだったんですか。切らないです。あ、やっぱ切らないですね、はい、なるほど。あれの採用に見えなかったんで宮内さんの、あ、はいはいはい、最後もね手出しもそうでしたけど、はい、高宮さんは終盤にそのリャンピンのポンテンかかるパイ手格好でしたよ、ね、あの時、はい、ちょっとスーピンが打ちづらかったのと、そのできればリーチ打ちたいなと思ってたんで、うんうんうん、まあまだ、まあ、もう終盤は終盤なんですけど、はい、まあ、焦ってリャンピン泣いてスーピン打つ必要はないかなと思って。はい、なるほど、わかりました。